サラリーマンで年収500万円を目指す、そんなね、コーナー第3話になってきましたけども、今回はですね、ズーム対談の日程の提案をいただきました。が、ちょっとね、これで押しが弱いですね。こんなことではね、商品売れないと思いますよ。だから、2月の11日以降の日程でどうでしょうかっていうふうな決め方ではなくてね、じゃあ2月の16、17、19、22が空いてますけども、いずれかにしましょうかって形でやっていただくと、いいんじゃないかなと思いますよね。これ営業でもよくあるんですけども、平日と土日どっちがいいですかっていうふうにお客さんに聞いてアポイントメント取るんですよね。そしたら、そうですね、どちらかというと土日がいいかなっていうふうに答えていただいたときに、土曜日と日曜日だったらどっちかですかねっていうふうに聞くんですよ。で、そうですね、土曜日かなって聞かれたら、午前と午後どっちがいいですかって感じで、2択2択でどんどん狭めていくっていう和法があるんですよね。まあそういうのも今回一回ね、覚えていただければと思います。ビジネスの時には必ず交渉っていうのがついてきます。どういうふうにしたらお客様の心が動くのか、そしてどうしましょうかという漠然な質問にはお客様も答えにくくなってくるんですよね。だから交渉相手が答えやすいような質問を投げていくってことが非常に大事になってきます。明日もね、速稼塾でズーム対談があります。それをちょっと参考にしていただく意味でもね、ぜひ14時から明日のね、速稼ミュージックステーションに来ていただければと思います。これにもね、きちんと台本があって進行があるわけなんですよ。そのための打ち合わせもしてるんですよね。どうやったら答えやすいかというね、私も司会をやる意味ではどういう質問を投げかけるかってことを事前に決めております。で、私の質問に対してどう答えるかっていうのも大まかね、もう考えていただいてるんですよ。だからこう1時間で番組がまとまったり、30分なら30分で番組がまとまったりするわけですから、全てにはね、こう裏書き、台本があるってことをちょっとね、ビジネスですから、覚えておいていただければなと思います。もちろんね、もうご存知のことだと思いますけども、会社員としてその台本とかね、企画を扱うのと、自分のビジネスとして企画台本を作っていくのとはまた違いますからね。ぜひね、もう堂々とやっていただければと思います。そうですね。一言で言うなら、戦略、なくして攻略なしですかね。そうだよ。さっき言ったばかりなんだけどね。すみません。戦略なくして攻略なしですよ。ということで、今回送っていただいた動画を後に貼り付けておきますので、こちらの方をご覧いただければと思います。そしてですね、ズームの対談ですけども、ぶっちゃけいつがいいのかなってこと、今ね、私が決めないといけないですね、そういえばね。いつがいいですかね。2月の、11日でもいいんですけども、2月のね、11? え ?2 月の11日でいいんですか ?11 日って木曜じゃないですか。これなんかの日だったかな。私の間違いでなければ、13日が土曜日だと思いますね。2月の13日でズームイン21時からいかがでしょうか。それでは動画の方をご覧ください。久保さん、こんにちは。サラリーマン YouTuber の J です。動画の編集ありがとうございます。先ほどの動画を見て、早速ですね、コメントをいただいている方がいて、感謝感激です。本当にありがとうございます。ズーム対談の日程、そして、企画、SYJ 企画、本当にありがとうございます。対談日程なんですけども、2月ですと、基本的には土日祝日が希望なんですが、2月の11日とかですね、それ以降の土日でご検討いただければなと考えておりますが、いかがでしょうか。よろしくお願いします。